く。最近行ったやつ。以上俺の言うこと。今7割です。そんなもの。くだらねえ。コーヒーいります？いやー。これ。小沢ね。キーパー。キーパー。うん。え、あいつの持ってた？開けたら飛んでったらしい。ひどいって。結構成長しますよね。してます。よし。お時間をしていらっしゃる。操作パネルがと、あ、これ？牛の浜津っていうネタがあるっすけどね。え、牛の浜軍団じゃない牛の浜軍団。家で作るならさ、鍋だけ。ほんま鍋ぐらいっすね。ま、カレーこれ？あ、煮込んで、はい、火入れて、はい、さっき、うん、あつくんちで、うん、チクコと、うん、フィーファー、おフィーファーやってきたっす。牛の浜軍団じゃん。マジそこ仲いいの。うん、で、ゆっくんはゲームやんないから。あ、そういうこと。はい、なんか、チクにクイズ出してもらってさ、はいはい、あいつクイズよく出すの。はい、殺人事件が家族だった話知らない、知らない。それ確か家族で殺人事件があって、で、おじいちゃん、おばあちゃん、父、で、母親を殺された。母が殺された。この高校生の中で。はいはいはい、で、長男、次男、長女、次女がいたらしくて、はいはい、で、その、目撃者が警察官に事情聴取受けたときに、はいはい、その姿を見たと、犯人の。
犯人は誰っていう謎なの。それは家族の誰かって。ああ、そう、家族の誰かなんだけど。母親が殺された。母親が殺された。犯人は誰？犯人は誰？これできた、ギリギリ。うわぁ、むずいな、これ結構。わかんないっす。ヒント言うよ。はい。証言。証言がヒント。その、事情聴取受けた時に。だ警察官に言ったことがヒントになってる。なんて言ったんですっけ？見た。犯人を見た。犯人の姿を見た。うわぁ、全然わからん。集中。もうちょいヒントあるんですか？漢字。もうない、もういけないよ、これ以上。ああ、次女？うん。ああ、なるほどね。ああ、すっきりした。これはいいよね。はい。これはいいよ、ね。謎、謎謎っていうの。すっきりしたです。あの、アンパンマンより、はるかに。お湯を入れます。お湯ですか？うん、お湯を入れて、これは60度に冷ます。あ、そのためにこの温度計があったんだ。そういうことです。甘酒豆乳はから豆乳混ぜてるだけだから。お疲れ様です。